どうも、鬼メンタル国防です。ということで、11月に行政者士の本試験が終わってからの3連休ということで、基本的には家族とのんびり過ごしながら、合間合間でこの足別もやりながらということでですね、まあ、本試験が終わって2週間も経とうとしてるんですけども、まだ1週も終わってないスローペースなんですけども、まあ、ぼちぼちやりながらですね、まあ、動画の方で何回かお伝えしてるんですけども、足別以外のものにも出会いたいなということで、まあ、その一案としてですね、昨日 図図書書館館。の方に行ってみたんですよね、図書館地元の図書館は大きくはないんですけどもまあ,あの,のんびり静かなところで足別もできるかなプラス、まあ、図書館にもですね行政法とかあ民法の本あるんじゃないかなということでえ行ってみました行ってみましたらですね行政法っていうコーナーがありましてあの何冊か読んでたんですけども。 行政法のエッセンスという本がございました。えー、何かの存在は知ってたんですねわ、私ちらっと。行政法のエッセンス、桜井さんっていう方が書かれたあの薄ピンク色のジャケットなんですけども、もちろんですね、えー、図書館なんで受験生向けの問題集とかテキストとかそういう本じゃなくて、もう本当にど真剣にですね、行政法とは何たるかっていう本なんですけども、それを読んでました。まあ、読んででたらですね例えば あの有名な大阪空港訴訟のことが分かりやすく書いてですね、まあ詳,しあのー、詳しく言うならばその大阪の伊丹の方でですねこの飛行機の往来がうるさいということで、えー、民衆があ訴訟を起こしたっていうこれ、えー、このこう問,題問題とかでもよく出てくる判例なんですけれどもそれが分かりやすく書いてあってですね、まあ、例えば あその往来がうるさいからまず民衆はですねこう民事訴訟かこう行政による取り消しというか広告訴訟かあまずは選択で選べる立場にあってですね、えー、民事訴訟の差し止めを選んだんですね。えー、住民はそここからスタートしたとということでで 一審、二審はそれで進んでいったんですけども、なんと12年かかってですね、で12年後の最高裁の判決はですね、一審、二審通ったんですけども、なんとひっくり返して、えー、それを却下したと、お却下判決をお出したということですね、でその理由がですね、行政訴訟ならまだしも、お民事訴訟は、 あこれはすることは許しがたいといった判決らしいんですけども何じゃそれということで、えー、正規の、まあ、正規って言ったらあの言い過ぎかまあまあ,あのこう悪名高き訴訟とそ,そこでは書,書かれてたんですけどもおおなるほどと思いましてですねこれはまあ12年かかってそのひっくり返されたひっくり返されたあ判決もなんかあのー 結,結構ふわっとしした感じらしいんですよあのちょっと忘れましたけどまあただですね、あのー、そっちの判決はそんなんで却下あーひっくり返されたんですけども何、えー、だったかな黒売の,の方で、えー、損害補償は出たということでですね、まあ、その黒売もですねその歌詞がないと黒売になれないんですけどその騒音 騒音を、まあ、何かあそういう歌詞があるっていうことにひっ,ひっつけて、えー、お金を出したっていう,うそれもなんか無理からというかまあ温情というかまあ,あこのねあの落ち着かせるためにやった判決みたいな形もあって、えー、なかなかですねそういう見方もあるのかということで、えー、まあ,あ勉強になりました。受験勉強ではちょっと お知り得ないような、まあ、受験勉強ってこう、こうね、こう一つの事件があって、だいたい最後の判決意見かどうかを覚えたり、その途中途中のキーワードを覚えたりとかするんですけども、まあ一つのストーリーとしてね、えー、見るとなかなか一つ一つそういう面白みがあるんだなということを実感しました。まあ今だからドン引きできる話かもしれないんですけども。 皆さん結構図書館行ってみるのもこれまた一行こうかなと思ったあーお話であります。ということで、えー、また明日もおなんか配信してまいりますのでよろしくお願いいたします。